皆様こんばんは。マネックス証券の松本でございます。平素当社マネックス証券を、ご愛用いただきまして誠にありがとうございます。画面越しで甚だ恐縮ですが、厚く御礼を申し上げます。それでは今日の、ライブバージョンのここだけトークを始めさせていただきます。この、私がやるここだけトークは、ライブものと収録と、2バージョンやっておりまして、ライブはライブの良さがありますし、収録の方は、あらかじめ、質問を、いただいておいて、それをまとめて答えるということで、それの方が、質問に、その前で一応全問答えることにしているので、そちらのニーズもありまして、両方やらせていただいておりますが、今日は、ライブ版に、なります。予定時刻は8時までですけれども、質問数が多いようですと、途中で打ち切りのような形にもなりますので、その点ご容赦ください。よろしくお願いいたします。それではですね、順次、あとですね、この場で何回か、ご要望になりました生命の、こういうやり取りもですね、なんとかならないかというご要望がいくつかあったんですが、前回のこの場で、ついにやる気になりましたという、若干はめたような感じもあるんですけれども、ございまして、マンスリーマネックスという名前で収録版なんですけれども、いろいろなご質問にお答えするということを始めるということで、今週の金曜日、週の月曜日。あ、すみません、来週の月曜日に、公開予定ということですので、ぜひ、そちらの方も見ていただければと存じます。なるほど、これですね。これがあれなんですね。ポケットチーフがこれ、緑色なんですけど、実はこれ見えませんけど、皆さんに、これ後ろが実はクロマキンといって、合成するために緑色なんですね。で、これがちょっとでもこれはこれ黒くてかっこいいかもしれないですね。ちょっとね、不思議な、これでいいですかね。はい、いきたいと思います。では、ご質問にお答えしてまいります。まず不良中年様、ホットな話題から安倍総理の体調不良説が、ささやかれていますが、もし電撃辞任したらマーケットはどうなるでしょうか。相当なインパクトだと思いますが、どの程度下げると思われますかということなんですけど、さてどうでしょうかね。マーケット自体は下がるとは思うんですけれども、このコロナで下がったものもここまで戻ってきたということを考えると、下がってもやっぱりまた元戻るんじゃないかということで、案外早く買いが入ってくるようには思うんですね。なので、下げ方は案外少ないんじゃないかというふうに私は思いますね。一方で、安倍さんがもし辞めると、黒田さんも、いずれ辞めるのかなという連想が働いて、そうすると金利が上がる、で円が高くなるので、輸出産業とかが、ちょっと売られて、金利上がるので、金融銀行株とかが強くなるとか、そういったマーケット内の動きはあるかなという気がちょっとします。これも連想ゲームですけれども、でマーケット自体売られるとは思いますけれども、案外早くその支えが入るんじゃないのかなというふうには感じます。ユウ様、ワンデー信用の銘柄拡充をお願いいたします。せめて売代金上位30銘柄を、できると便利ですということなんですけれども、取引状況を確認しながら随時、追加を行っていきますということなので、そのような、ご要望も伺いながら、対応をしてまいりたいというふうに存じます。不良中年様、アメリカの政権は大統領選が近づくと支持率拡大のため、よくドンパチを始めますが、今回は中東ではなく日本のシーレーンがある南沙諸島の空爆だと噂されています。この場合、日本市場は円高株安になるのでしょうか。そろそろ始まりますかね。これ難しいですね。
まあ、もし何差でそういう衝突があると、まあそうでしょう。やっぱり連想、まあ大した影響ないと思うんですけど、やっぱり連想ゲームで、円資産の、まあ円資産じゃないですね、日本が持っている債券の、日本に対するこうレパトリーが起きるんじゃないかという、まあ要するにこう海外にある資産を大震災の時と同じように日本に戻したいということが起きんじゃないかという連想から、円高になり株が売られるということが、ありそうな気がしますね。安倍総理のもんなんかのことよりも、こっちの方が影響は大きいかもしれないですね、マーケットに対する、まあ、感覚ですけれども、そんな気がします。K 様、仮に2級も1級と同程度の利益が出て、かつ自社株買いを行わなかった場合、中間配当は、7円程度ということでしょうかということですが、これはちょっと、まあ、いかなる答えであっても、お答えすると、開示ルール違反になるので答えられないんですけれども、還元株主の皆様に対する総還元性向は、複数年度で平均して75%という、方針を持っていますので、まあ、最近ちょっとそれも大幅に高いんですけれども、まあ、複数で75とは言っていますけれども、大体、まあ、毎年最低でも75ぐらいはというふうには、まあ、思ってはいますけれども、まあ、そういうこ、まあ、やお約束としては複数年度で、合わせて75%程度という方針なんですけれども、業績を見ながら、考えていきたいというふうに思っております。まあ、ただご指摘の背景にもあるかもしれませんが、今コロナ問題の中で全世界的に、まあ、自社株買いはちょっとこう控え気味というのが、まあ、世界の潮流であるので、当社の場合には、還元性向は高めであるのと、そういう世界の流れを考えると、まあ、どちらかというと配当に行きがちだという傾向は、まあ、一般的に考えるとあるかとは思います。不良中年様、マネックスグループの株価がうなぎ登りに上がってきてますが、要因は何だと思いますか？まあ、7月末からで、まあ、27%上がっていますと、云々ということですけれども、まあ、いくつかあると思うんですね。まあ、不良中年様もご指摘されていますけれども、アクティビストファンドへの期待というのはあり得るとは思います。ネット証券4社、 SBI さん、楽天さん、カブコムさん、松井さんでも売るというリリースの後も、株価の伸びがいいですし、まあ、このアクティビストファンド1個ではないと思うんですけれども、そのアセマネモデル化が進むんじゃないかという期待というのはあるのかもしれません。また、仮想通貨マーケットが最近ホットなので、コインチェックをグループ内に、ありますので、その仮想通貨ビジネスへの期待、まあ今日も IEO の、プレスリリース発表とかも、 IEO を始めますという具体的な会社さんの名前も書いて発表しておりますけれども、コインチェックが、まあ、そういったことに対する期待、要は、まあ、残念ながら証券セクターっていうのはバリエーション低いんですけれども、まあ、仮想通貨とかアセマネの方がバリエーション高いわけなんですが、まあ、そっちにの比重が当社グループの中で高くなっていくんじゃないかという期待があるのかもしれません。あと1級の、業績の内容は良かったんですけども、変な感じで発表の時売られちゃったんですけれども、まあ、業績の内容をしっかり見直して、評価されたのかもしれません。あと、このプライスゾーンは、この1年間の値動きとかを見ると若干薄いゾーンなんですよね、その取引高が。なので、ショートカバーとかが入ると上がりやすいゾーンであるということがあるかもしれません。まあ、そんなことがいろいろ、重なったのかなと思いますけれども、しっかりと結果を出して、あと、事業ポートフォリオを良くしていき、
IR、マーケットに対する説明をしていくことが大切だと思いますので、しっかりとそれを、続けてまいりたいと存じます。 K 様、コインチェックがやろうとしているのはスピンドルとどのように異なるのでしょうか。ははスピンドルっていうのは、まあ、2年前の ICO のプロジェクトでそういうのが、まあ、世の中ではあったというように、認識、していますけれども、今回コインチェックが、やりますのは IEO という、イニシャルエクスチェンジオファリングという、コインチェックという仮想通貨交換業者がちゃんと間に、入って残ってやっていくということで、昔行われてきた ICO に比べると、まあ、かなりこのいろいろな意味で信頼感というか安定感、安定的な内容であるというのが、まあ、大変大きな違いであるというふうに、思いますので、今回はですね、そういった社会における ICO の反省とかを踏まえた上で、我が国でも IEO というものが、まあ、認められることになり、それで初めてコインチェックが、実現するということなので、ちょっと ICO とは違う、内容であるというふうにご理解いただければと存じます。ということで、まあそれなりに期待があり得るかなというふうに思います。不良中年様、アクティビストファンドは、マネックスとしても資金を入れているのでしょうか。また社員の方の購入動向も知りたいです。その額と割合はということなんですけれども、マネックス証券という会社はファンドには投資はしておりません。私個人はこれプレスリリースが出ていますけれども、かなり大きな額の個人資産を、アクティビストファン、マネックスアクティビストファンドに、投資しております。あと、実際にこの運用の指図を出しているカタリスト投資顧問の、役員社員は、みんなマネックスアクティビストファンドを、買っていることは私は知っています。で、その他のグループ社員の動向は私は知りません。ただ私中心に関係者は真剣に、このファンドのことを考えていて、自らの、資金も投入して、運用している次第であります。でかなりの額も、入れているということを、ご案内しておきます。ウサマ、大統領選はトランプ再選だと思いますか。どうでしょうかね。まあ、前回の選挙の時、4年前は、トランプなんかダメだって世界中が言ってる時に、私はトランプじゃないのかっていうふうに、まあ、案外冷静に、分析してそういうふうに言っていたんですけど、で当たったんですけれども、今回はですね、まあ1月の頃だともう、まあ、世の中がいろんなトランプに対する文句は言っていても、まあ、トランプ再選は間違いないと思っていたんですが、まあ、その後、コロナの問題があって、その他の問題がありぐちゃぐちゃになり、一気に民主党がリードした形で、2ヶ月ぐらい前だと私もさすがに今回はトランプ負けるだろうというふうに、まあ、聞かれたら言おうと思っていました。ところがまたこの最近随分トランプは追い上げていて、多分今はトランプとバイデンと、まあ、五分五分ぐらいまでトランプ戻してんじゃないのかなと。世間の世論調査とかだとバイデンの方が、まあ、10数%リードしてるって言われてますけれども、まあ、それは4年前も同じ状況だったわけで、私は今五分五分だと思いますね。で今後どうかということで言うと、まあ、どっちもあり得る。今後トランプがこけるのもあるし、まあ、バイデンがこけてトランプが票を稼ぐとかいろいろなことがあるので、まだちょっとわからないと思っています。まあ、そんな感じでしょうかね。おば様、カリフォルニア州で純資産 0.4% 富裕税だそうです。日本に富裕税はありえますか、
ということなんですけれども、そうですね、まあ日本の場合には、相続税も世界でほぼ唯一、相続税らしい相続税が本当にある国だということもあり、どちらかというで一方で消費税は世界的に見てダントツに安いというのがあるので、どちらかというと資産税に行くよりは消費税とかそっちのフロー側に、まあ所得とか消費とかそっち側に行きそうな感じが、世界との比較でいうと言え、ま、思いますけれども、ここは日本なのでわからないですね。ただしいずれにしろ今は増税の話は多分こういうコロナの環境等があるので、なかなか今は出てこないんじゃないのかなとは思います。マルーン様、度重なるアクティビストセミナーありがとうございます。ニフティフィフティの時代の相場と今の相場は似ていますか？似ていれば該当しそうな銘柄を教えてくださいということなんですけれども、そうですね、まあマーケットって本当に常に変わっていくものなので、あの時と同じだというなんかそういうアナロジーはあんまりワークしないとは思うんですね。まあただ今の、2つあるんですけども、今の相場ということで言うと、今は本当にもしかすると我々が生きている間に最初で最後の、戦時下と同じような相場かもしれないという認識は私の中にあり、これだけ強烈な流動性供給や財政出動がされているというのはほぼ戦争中と一緒であり、まあ私の生きている間もうないかもしれないという可能性があるというふうには思っていて、なのでやっぱり流動性相場が、続くであろうというふうに思っています。で一方でアクティビストファンドをやっている立場から言うと、その世界のルールがいろいろ大幅に今変わってきている中で、日本の企業には全ての企業ではないんですけれども、多くのいくつかの企業に、今こそこう会社を変えるとか、あるいは会社に対する評価を変えることが可能な会社がいっぱいあるように、思えて、その流動性相場で、上げ潮のところにそういう大きく企業自体もあるいは株価が変化できる、会社があるというように見えるので、とても私にはこう宝島のように見えるんですね、今の、眼前が。で、それはマーケット全般にも言えることだし、こういうとなんか本当に営業活動しているように聞こえるかもしれませんけれども、アクティビストファンドは本当にすごいこうオポチュニティがチャンスがあるというふうに感じています。チャオプラヤー様、メガバンクどう考えていますか？まあ安いですよ、安いけど何ともならないっていう感じなんですよね。ただ先ほど言ったように、安倍さんがもし退任なんていうことで黒田さん退任もあるなんていうふうに思い、金利が上がるかもしれないという連想でちょっと動くなんてことはもしかしたらあるのかもしれないと思うんですけれども、基本は、なかなか、大きすぎますし、例えばアクティビズムをかけるのもちょっと大きすぎてちょっと難しい気がしますし、ちょっとですね、なかなかこう積極的に取り組むにはいろいろなそのトレーディングとしてもエンゲージメントとしても、それは我々も皆さん、もういろんな意味で考えてそんな簡単じゃないかなというふうには、個人的には感じます。不良中年さんは、
テレビで中国のペナント工場が紹介され、そこでは米大統領選両陣営のフラッグ等を作っており、そこの社長曰く、この売れ行きならトランプ勝利と確信してました。やはり勢いはトランプ側に傾いているようですが、株式市場に有利な候補はどちらと思われますかということですけれども、まあ実際はどっちもあんま変わらない気がするんですが、イメージで言うとやっぱりもう断然トランプだと思いますね。だから逆に言うとバイデンということだと、ちょっと、やっぱりこう大企業に対する増税とか法人税の上げるとか、まあ、そういった連想が起きやすい、で所得再分配的な、施策が出やすいというふうに連想されるので、株式市場にはバイデンが大統領ということになるとやっぱりマイナスだと思います。あ、いっぱい来てるんですね。ですね、ご質問がいっぱい来ているようでございますので、19時20分で、受付を、まあ、とりあえず終了させていただいて、今あるご質問にお答えしてまいりたいというふうに存じます。キムシュン様、年末または年度末までの松本さんが考えるシナリオ。まあこれね、分からないですね。まあ安倍さんがどうなるかというのが一つですよね。それから大統領選がどうなるかというのが一つですよね。あとそういう中で、米中で本当のこう衝突が小さいところでもあるかっていうのとか、あと、まあこれはまあ3つ目はトランプと習近平の意思の問題かもしれないので、まあある程度コントローラブルだと思うんですけど、安倍さんの件とか、大統領選はちょっとアンコントローラブルな、どういうふうに転がるかよくわからない。あとコロナのそのワクチンであるとか治療法に関する期待と、それの、期待が作られる、あるいは期待がしぼむって、これもちょっとよくわからないので、不確定なことがちょっとあまりにも多すぎるので分かりにくいんですが、一つ確実なことは、強烈な流動性が供給されているということなんですね、マーケットに。でそうするとどうしても株は上がりやすいということは、今言ったどれがどういうふうに転がっても、悪い方に転がっても、じゃあなおさら流動性供給してマーケットを守ろうというふうになるので、そういうふうに考えると、売られてもこう押し目買いというか、買い場が来るっていう感じに、まあ、なりやすいかなというふうに思います。ジョーク様、今晩よろしくお願いします。 PTS 利用したいのですが、検討してくださいということですけれども、去年の6月からですね、ジャパンネクストは、日中接続はしているんですけど、このご質問は多分夜間のお話だと思うんですが、まあ、夜間は流動性があまりにも低いので、まあ、お客様、まあ、プライスが飛ぶというか流動性が低いので、ちょっといろいろ考えてしまっているのですけれども、まあ、検討、そのお客様の、にとっていい悪いとかも考えて、いい悪いとかを考えた上で検討していきたいと存じます。田中様、ちょっと待って、ね、あ、ずいぶんご質問ありますね。はい、頑張って答えていきます。ちょっと飛ばしていきますね。飛ばすというのはスピード上げていきますね。田中様、アクティビストファンドは松本さん自ら企業方面しているとのことですが、一般投資家からノミネートされた企業も含まれているのでしょうか。現状ではまだ、ちょっと待ってください、確かまだなかったと思うんですが、個人の方から出てきた意見を伺って、マネックスアクティビストフォーラムというプラットフォームから来るお客様の個人投資家の方の意見を伺って、あ、これ面白いな、確かにっていうふうに思ったのはありまして、
でそれでじゃあ本当にその会社にエンゲージメントかけるかを今リサーチをですねしっかりとした分析をしているような、会社がございますので、いずれそういった、ことが起きてくると思います。K 様、コインチェック社よりマネックス証券が上場した方が良いのでは？マネックスグループの後ろに隠れて改革が進まないのは株主の監視がないせいでは？なるほど。ですね、そういうことは、ないと思います。特にマネックスグループとマネックス証券は一体というか、この今の会はこれはマネックス証券としてやってますけれども、皆様常に私に対しては、マネックスグループかマネックス証券か区別なく忌憚のないご意見をいただいていると思いますし、私が、上場企業の経営者として IR をする中でも、株主の方からは、マネックス証券に対しても、マネックスグループすなわちマネックス証券のようなところもあるので、もうガンガンこの、意見を言われますので、監視が進まないということは、ございません。今ですね、マネックス証券は私ももちろん日々毎日関わっていますけれども、生命が、強いリーダーシップでどんどん改革も進めておりまして、グループ全体で、最近マネックス証券本当にいろいろな新しい試みをしているのを皆さんも見ていただいて分かると思うんですけれども、しっかりと改革を進めていますので、ただこういうご質問があるというのは改革が遅いんじゃないかというご指摘だと思いますので、しっかりとそれは真摯に受け止めて、改革を進めてまいります。ユウ様、海外移住したいのですが、日本の非居住者となると、証券口座を閉じなければいけないと。できればマネックス証券使いたいんですがっていうことなんですけれども、これはですね、常任代理人というものを置かないとできないんですね、法律上。なのでなかなか大変でありまして、ただ、あまり大勢の方ではないんですけれども、恒常的に一定のニーズがあることは認識しておりますので、今後ですね、ちょっと考えていきたいと思うんですが、マネックス、香港のマネックスブーム証券、もしくは、シドニー、オーストラリアにある、マネックスオーストラリア証券では、それぞれの非居住者でも、ご利用いただけるので、トレードステーション証券も、日本とカナダ以外であれば使うことができる。ただいずれにしろマネックスブームと、マネックスオーストラリアだったら日本株の売買もできますので、そちらを、考えていただけたらありがたいと存じます。そうですね、今言ったような理由でございます。そうですね、法律が曖昧ということではなくて、法律はクリアなん、私から見るとクリアなんですけれども、厳しいということなんですね。他の国では非居住、でも、日本の証券会社も非居住者が売買できないわけではなくて、常任代理人が必要だということだけなんですけど、それが他の国ではそういうのに必要なかったりするということなんですが、いずれにしろ今申し上げたように、マネックスブームとマネックスオーストラリアのご利用もご検討いただけたら大変嬉しく存じます。おばあ様、東京オリンピックの、中止のような気がしますが、中止の可能性では織り込み済みなので、中止発表があってもマーケットの反応は限定的ですか？発表があるとすると何月くらいですか？発表がいつあるかは分かりませんが、マーケットの反応は限定的だと私は思います。安パマパパ様、リブラ協会加盟はどうなりましたか？これ全く動きがないんですね。リブラの方が止まっちゃってるという感じですね。ただ、通貨バスケットじゃなくて、ドル単独通貨でやろうなんて話もあり、そうすると
ステーブルコインと何が違うんだって感じなんですけれども、まあ、いずれにしろちょっとリブラは、まあ、ちょっとですね、なんかこう旬、まあ、パンドラの箱は開けたんだけれども、で中国が、CBDC、中央銀行が発行する仮想通貨をやるというのを後押ししちゃったんですけど、まあ、そこでパンドラの箱を開けた主体自体は止まっちゃったっていう感じかなというふうには感じています。不良中年様、今の米中覇権争いで日本の経済界のリーダーたちは中国撤退を視野に入れて動いているのでしょうか。それとも中国のマーケットが美味しいので政府に中国に寄り添うように働きかけをするのでしょうか。これ分かんないですね。両方あるんじゃないでしょうかね、おそらく。分かんないですね。ただまあ、覇権争いだったらこれ両方ありますよね。ただ米中がもし戦争するっていうと、まあ日本として、あの当然日米はあの軍事上完全な同盟国ですから、あの覇権争いならいろいろあるんですけど、米中戦争となるとちょっと行き先はクリアなのかなというふうには日本のとは思います。ジム様、土日にシステムメンテナンスが行われることがありますが、週末に株価緊急している人間は迷惑です、対応をお願いしますということなんですけれども、事前にいろいろご案内をしてメンテナンスを、させていただいております。でどうしてもその、法律の変更とかですね、あるいはこう性能を良くするためにシステムの対応をしなければいけないということはありまして、で、200万人以上の方がご利用し、200万人の方がご利用し、4兆円以上の預かり資産がある中で間違いがあってはいけないので、どうしてもこうある程度の時間システムを止めて変更して確認、動作確認をするという作業が入るので、まあ、メンテナンスということで止めなきゃいけない時間がどうしても発生しちゃうんですね。でそれが平日がいいか休日がいいかと、祝日、あの週末がいいかというと、まあいろいろお客様の意見を聞くと、週末の方がいいということで今のようになっているわけで、平日の夜をやるのはリスクもあるし、週末の方がいいですという声も多いので今のようになって、おります。ログイン後の、PC ですとログイン後のマイページにシステムメンテナンスのご案内というリンクがありまして、あとスマホだとお知らせというところに、あのメンテナンスのスケジュール等はご案内しておりますので、随時ご確認いただければと存じます。ユウ様、人生で最も辛い時期はいつでしたか、またどのように乗り越えましたでしょうか。いつだったかってあんまり思い出したくないですけれどもまあ、ね、何度もあったと思うんですけれども、まあ結局でも辛い時に乗り越えられるのはやはり話す相手がいるからだと思うんですよね。まあ、それが、まあ、家族だったり友達だったり、でもやっぱり話す相手がいないと辛いなというふうには思いますですね。はい、そんな感じでございます。マルーン様、信用取引について。一般信用は長期の貸し株料が安いですが採算面で、大丈夫ですか。株券の調達コストはどうでしょうか。逆ひぶのかからない長期信用入りは増やしてほしいですが経営的に大丈夫ですかということなんですけれども、あのちゃんとですね、あの調達コストをあの考えて、銘柄の採用もプライシングもしてますので平気でございます。で、あの、一般信用でも無期長期ワンデーとかですね、いろいろとこう貸し株料もかあの異なったりしておりますので、まあ、これからもですね、まあ、ご安心してあの逆ひぶのない一般信用売りをですね、
ぜひご活用いただければというふうに存じます。不良中年様、コロナワクチン接種の順番が来たら接種しますか。さてと、私個人的には接種しないでしょうね。まあ、私の個人的な研究っていうか勉強では、まあ、日本ではその、まあ、雑把な表現での日本人は、自然免疫がかなり強い、このコロナに対する。で、今のような、陽性者数も死亡者数も極端に少ないということになっていて、じゃあこの自然免疫というものの仕組みがどうなってるかっていうと、まあ極めて複雑あるいはファジーなところがあると思うので、バランスを崩してはいけないと思うので、私個人的には様子を見ると思いますね、実際にどうなるのか。まあ、一方でインフルエンザのワクチンって私一生の間にほとんど1回ぐらいしか打ったことないんですけれども、まあ、めったにかからないので、今まで一生の間に確か1回か2回しかかかったことないので、打たないんですけど、今年は打ちますかね。やっぱりね、今年は打っとかないと冬に熱を出した時に、万が一熱を出した時に切り分けが面倒くさくなる、インフルエンザかどうかであるし、でなんか混んでる求人診療所とか行って、なんか鼻の穴にこうグワーとかなんか入れられるのって、周りにいろんな人もいる中でちょっとどうなんだろうとも思ったりするので、今年はそういう煩わしさとかリスクを排除減らすために、まあ、普段は打たないんですけど、今年はインフルエンザのワクチンは早めに打とうかなとは、打つ方がいいのかなっていうふうには考えていますね。ただコロナのワクチンもしできても、まあ、申し上げたようにちょっと様子見をするかなというふうには、これあくまでも個人の極めて個人的な感想ですけど、そんなふうに思ってます。K 様、アクティビストファンド1年で600億いきそうですか。はい、今42、3億円なんですね。いや頑張って行かせたいし、行ける可能性が十二分にあると思っています。しっかりそのエンゲージメント、アクティビズムの内容を、あとリターンをお見せしながら、個人投資家の方、そして、まあ、これはマネック証券以外のネット証券でも販売始めますし、あと内外の機関投資家の興味も高いので、私は1年で600億、いけると、頑張ります。で、いける可能性が十二分にあると思っています。ユウ様、マネックスは自己勘定での売買を行っていますでしょうか。これはですね、マネックス証券においては FX の、サービスしてますけれども、その玉がバーってきたものを、基本は銀行につなぐんですけれども、ちっちゃい玉全部つないでるとコストかかっちゃうので、ある程度の額まではウェアハウスといって、自分たちでこうポジションを持って、反対売買が他のお客様から来るかもしれないし、で溜まってきたらパンとこう銀行とヘッジするというので、そういうの範囲内で自己勘定の取引をしていたり、これ FX ですね。あと、ストックレンディング、貸株であるとかレポですねはやってますが、株式については一切そのアクティビストファンドをやるためにカタリスト投資顧問の指図でマネックスアセットマネジメントをやってますけれども、そのマネックス証券においては一切、株式の売トレーディングということは一切やっておりません。うさま、
あと23問もあるんですね。20分、1問あたり1分未満で答えないと終わらないので頑張りたいと思います。宇様、ドイツでベーシックインカムの実験が行われていますがどう思いますか。いやドイツは対 GDP 比で国のライアビリティが対 GDP 比の数字で言って日本の数分の1だし、プライマリーバランスも成り立つとかですね、全くその財政の規律というか財政の状態が日本よりまあもう全然比べ物にならないほどいいの でそういった国だからベーシックインカムの実験も行われるということで、日本でそれをやったらまあ国はまあぶっ壊れるんじゃないかなと私個人的には思います。すりこみ様、車好きな松本さん、三菱自動車復活の試論をご教示ください。いやわかんないですね。まあでも昔ね、あのランサーエボリューションみたいなもう超とんがった、車がありましたね。なんであの車は後輪の方が前輪よりも幅が狭いんだろうなんて私若い頃思ったりして、でもあんな速い車がそうなんだからなんか理由があるんだろうなと思ったんですけど、そういうちょっと常識からずれたなんか車を昔は作っていたので、まあそんなのが面白いんですが、まあこれあくまでも本当にあの金融の人間じゃなくて、あのご指名通り車好きとしてちょっとお話ししてみました。宇様、米国株の取扱い銘柄が日本の証券会社で違っています、なぜですかということなんですけれども、これは、まあ、当社は、まあ、銘柄扱い数ではトップですね。で、グループ内にトレードステーションがあるので、システム的には、アメリカの上場銘柄すべてをつなぐことが可能です。ただ、コーポレートアクションの対応等があり、日本のお客様に迷惑をかけないという観点等から、ちょっとコーポレートアクションが、ややこしいものとか、流動性等の観点からちょっとこれはどうだろうというものは外したりしていて、まあ、そういったことで、会社によって違いが出るんですけれども、あの当社の場合には、テクニカルには全ての上場銘柄がもう、まあ、基本的にもうつながっているのでトレードステーション経由で、なので、まあ、そういった観点であえてちょっと減らしているという形になります。空様、為替の分母と分子はどのように決めているのでしょうか。ドル円のように全ての通貨がドルを分子にした方が読みやすい、見やすいのですが、ユーロドルとか見づらいです。そうですね、これですね、言い方も違うんですね。ドル円とか円ドルとかあって、いや数字の分母と分子の関係で、ドル円とか円ドルとかの言い方も規則性があってしかるべきだと思うんですけれども、マーケットの慣習でそのようになってなかったりとか、もうぐちゃぐちゃなんですね。でこれもしょうがない、そういうマーケットでそういう慣例でもやっているので、まあそれに慣れるしかないと思います。ヤスパマ様、1年間マネックスアクティビストファンド600億円なんて無理なんじゃないんですかっていうことですけれども、先ほど申し上げたように私は十二分に、いけると思いますし、まあ、それを目指してその具体的なアクティビズムの内容とかパフォーマンスとかをしっかり示しながら、十二分に達成できるというふうに私は考えておりまして、それを大きな、プレッシャーとして、取り組んでまいります。KMT 様、米国株式の下落タイミングに関していかがでしょうか。あ、いつ下がるかってことですか。分かんないですよね、これはね。戦争が起きたりとかいろいろその大統領選とか、ただ先ほどから申し上げているように強烈な流動性供給がされているので、どうしても押し目買いが入ると思います。
クロノス様、小型株で複数のネット証券が大株主になっている銘柄がありますが、純投資なのでしょうか、信用取引の担保でしょうか。これは全部担保ですね。ネット証券が、プロップで持っているということは まず考えられないので、おそらく全て 100%、ネット証券の個人の投資家のお客様が信用取引で持っていて、で代用有価証券としてその銘柄を担保供与しているので、法的な、所有者が証券会社になっていると、そういった状況だと思います。OPPS 様、ファンドを10本分散するとしたらどのセクターにどのくらいの比率で行いますか。またファンドのスクリーニングはどのようにして行いますか。ファンド選択でシャープレーションはどの程度重視しますか。なるほど。私これ個人的には、私はファンド選択シャープレーションはあんま見ないですね。もちろん年金とかは見るんだと思うんですけれども、まあ、個人投資家として望む場合にはやっぱりこうテーマとか国とかセクターとか、まあ、テーマですね、まあ、大きい意味で言った、それで、見ると思いますね。スクリーニングどのようにするか、まあ、だからそうですね、ファンドの場合にはやっぱりどうしてもこう日本株であればその個別銘柄自分で行こうとか思いで、ファンドだと例えば、まあ、もちろんアクティビストファンドみたいなこのキャラクターが激しく立ってるものだとか、海外のものでこの国の株式って直接は買いに行けないよねというものをファンドで買うとか、まあ、そういう何て言うんですかね、普通の株式投資でとか債券の単品投資でいけないものに、まあ、私の場合は行きがちかなと。ただ、初心者の方とかであるとそうではなくなると思うので、でそうである、まあ、初心者の方なんかだとどうなんでしょうかね、やっぱり、やっぱ大きいとこから見ていくんでしょうね。どの通貨とかどの国とかっていう、なるべく大きいマトリックスからだんだん絞っていくというのがやはり、まあ、ファンドに限らないと思うんですけれども、投資する際には、いいんじゃないのかなというふうに思います。イサマ、マネックスの株価が上昇してきましたが、アクティビストファンドの好影響でしょうか。いや、これ先ほど申し上げたようにそれもあり得るし、仮想通貨の影響もあり得るし、まあ、デファイというものが流行ってきて、ビットコインとか以外の、コインの相場が熱くなってきているというのもあるでしょうし、ショートカバーが入ったとか実は業績は悪くなかったとか、まあ、いろんなのが重なっているというふうに、まあ、先ほどもう少し詳しくお話ししましたけれどもあると思います。トマトジェリー様、こんばんは、よろしくお願いします。アクティビストファンド購入しました、応援してますということでありがとうございます。しっかりと運用をしてまいります。 OPPS 様、トレードステーションなぜやめたのですか。この結果日本の個人投資家のシステムトレードは相対的にリターンの確保が難しいということでしょうかということですけど、そうじゃないですね、そうではないんですけども、やっぱりちょっと、まあ、利用者の数が少なすぎたというのが、まあ、すごい端的な、理由なんですけれども、で使われてた方からは、大変惜しむ声をいただいているんですけれども、まあ、やっぱりちょっと今の日本では機能がパワフルすぎるというか、なんつうんですかね、なんかそのオートマばかり乗っている国にいきなりなんか縦断変速の
ガビガビのマニュアル車が来ちゃったみたいな感じだったのかなというので、ちょっとそういうミスマッチがあったというふうに思っております。使われていたからは 使われていた方からは大変好評で、辞めることについては大変惜しむ声をいただき、大変心苦しかったんですが、一方で当社の機関システムの性能が上がってきて、そちらでも、まあ、似たようなサービスを提供していけるというふうに、まあ、考えて、そちらをどんどん良くしていくことで対応していけるというのもあって、辞めさせていただきました。安パパ様、昔のオンラインセミナーでマネックスグループの時価総額1兆円の可能性はありますかと質問して、松本さんから前向きな回答をもらったのですが、今でも変わりなく期待してもよろしいのでしょうか。1兆円というとですね、だいたい株価で4000円ぐらいなんですかね、うちの株価で。ですね、数千億円まではイメージできなくはないんですね、時価総額で。今700億ぐらいだと思うんですけど、投資マネックス証券マネックスグループの史上最高時価総額が確か5000億円ぐらいだったと思うんですけど、瞬間風速で4000億円とか5000億円とかで、そのあたりはやりよう、まあイメージできるけど、その先はまあ多分今の、持っているマネックス証券、コインチェック、トレードステーション、ブームとかいうポートフォリオ構成では、まあ、5000億ぐらいなのかなという気はして、そこから先行くには、まあ、仮想通貨がもう完全に化けるか、そのビジネスがか、ちょっとポートフォリオをさらに大きくしていかないと簡単ではないというふうに思うので、だから不可能ではないです。なので時間はかかるので、ただそういうのも大変これは叱咤激励でもあり、ありがたい、そして真摯に受け止めなければいけないコメントだと思うのですけれども、しっかりそういうことをすぐにできますとはもうどんなことがあっても申し上げられませんけれども、長い目で考えてそういうものがちゃんとイメージしていけるように、事業をしっかり組み立てていくように努力してまいりたいと存じます。ありがとうございます。アーク10様、 FX プラスのスワップ買いプラス売り、スワップスプレッドが広いということですね、もっと狭くできませんかということ でこれは、ビドファスプレッドとスワップスプレッドのまあ、どっちを縮めるかとか、あとはマーケットの環境とかいろいろあり、あとお客様の要望とかありますので、それらを スワップを縮めてくれという要望と、それよりもビドファ縮めてくれとか、まあ、いろいろあるのと、世の中の水準、金利水準とか考えながら今後も調整をしてまいりたいと存じます。はい、トマトジェリー様、それなりの金額の運用を任されたのですが、どうしたものか途方に暮れています。松本さんは今銘柄選定をかなり行って、おられると思いますが、どのような点に着目して選定するのでしょうか。また注目されている業種などはあるでしょうか。このくらいまで下がったら買ってもいいだろうと差し値を入れても、実際約定すると高値づかみだったのではどうにも不安になるのですが、何かいい心の持ちようはありますかということですけれども、まず前段についてはですね、やっぱり投資をしていく上で大切なのは分かることだと思うんですよね。この銘柄なんか分かんないんだけど株価上がってるねっていうのを買うのは遊びではいいと思うんですけれども、まあ、少なくとも、人様から預かってお金ではそれはどうかなと、まあ、もちろんそのトレンドとかモメンタムっていうのはあって、
短期的にはそういうものを活用する時っていうのはあるんですけれども、まあ長い目で考えたコアポジションとしてはやはりこうなぜこの会社に投資するのかというのがちゃんと自分で納得できる、この会社はどういうことをやっていて、だから今後もっと株価が上がるんだということが分かる会社で、そういう投資っていうのはやっぱり分かることは分かってやるっていうことが、分からないけれどもなんかいいねっていうのは短期的にはありえても、基本的にはないと思います。あとですね、トレーディングしてみてうまくいかないってことは、まあ、誰でもあることなんですね。でやっぱりですね自分が世間よりも分かってるつもりでマーケットに入るわけですよね。買うっていうのは売る人いるけれども上がるんじゃないかと思って買うわけですよね。売る人いないと買えないの でそこに落とし穴があるんですね。多分マーケットは自分より大きいので、なんか買える時っていうのは売ってる人いるわけですよね。だから常に反対側のこともイメージしないと、まあ、うまくいかなかったり、あるいはうまく逆にいった時にすごい不安になっちゃうんですね。だから最初から買うんだけど売る人がいるから買えるので、買っても売られる場合もあり、それは売る側はこういうことを考えてるから売るんだと思うけど、自分はそれでもよくってこういう理由で買うから買うんだっていう、まあ、そういうなんかこうシナリオというかイメージがあるとあんま不安にならないんですね。だからやっぱ反対側をイメージすることっていうのが、まあ、大切なんじゃないのかなと私は思っています。なおちゃん様、米国株ずいぶん上がりましたが今後の見通しどういう見立てですか。これは先ほどから申し上げているように強烈な流動性相場なので、私はそんなに高値警戒感はないと思います。要するに戦時中と同じようなレベルでのこう資金供給がされているので、この間ここが高値だったよね、コロナで下がったんだよね、コロナ問題終わってないのにここまで戻っちゃったよね、だから高値じゃないのっていうのは成り立たないっていうのは、大前提がマーケットに投入されている資金量がもう大幅に違うんだっていう大前提が変わっているので、かつての高値はもう今は関係ないんですね、多分今のマーケットって。というふうに考えると、というふうに考えていまして、なのでまあいろいろなリスクは、米中大統領選コロナ等あるけれども、でその度に売られる局面があると思うんですけれども、まあ売られれば買い場があるんじゃないかなとは私は思っています。ソラさん様ですかね。ある方が JP モルガンの面接でこの部屋にゴルフボールが何個入ると思うと聞かれたそうです。松本さんなら何と答えますか。まあ普通に計算するでしょうね。だいたいざっくり何メートル何メートルで何センチでって、まあ、計算すれば分かることなので計算すると思いますね。ただそういうのってあまりあれですね、洒落た質問じゃないですねこれね。計算機があれば誰でも計算できることを計算してどうするんだろうなっていう気が私はします。私だったらちょっと違う質問すると思いますね。 OPPS 様、マネックスで扱うファンドの選択基準はどのようになってますか。過去のトラックレコード、シャープレシオ、等を判断基準にしていますか、等々なんですけれども、これは多面的に見てまして、お客様のニーズがやはり一番最初に来て、であとはまあご指摘のようないろいろな、数値的な、なんかメトリックスというかそういう成績であるとか、あとやっぱり運用方針とかですね、やっぱり大切だし、あと規模っていうのも継続性考えると重要であるので、まあ、そういったお客様のニーズが一番、あと、運用方針がしっかりしているか、規模がちゃんとあるか、あと当然そういう、いろいろな、まあ、数値的な成績とかですね、そういうのを
いろいろ見て総合的に判断しております。 NAT 様、ネット証券が数々のバイオベンチャーに投資していますが理由があるのですか？どのくらいの期間で期待を、結果を期待しているのでしょうか？いやー、当社グループでは、自己投資あるいは、ベンチャーファンドで、ベンチャーキャピタルファンドで、投資してますけれども、バイオベンチャーってないですよね。主にこう技術フィンテックとかブロックチェーンとか技術系がやはり多めであり、あまりバイオはないですね。バイオってどうしてもこうすごい長い賭けになるんですね。で、費用先あの先行型になるのでリスクも大きいので、我々はそういうところにはグループとしても投資してませんが、まあ、SBI さんとかやられてるんだと思うんですけれどもですね、まあ、ただまあ、私個人的にはバイオとかあとは核融合とか、量子コンピューターとかやっぱり技術、AI とか当たり前ですけれども、技術の先端部分、ブロックチェーンとかですね、技術の先端部分っていうのはやっぱり、玉石混交だけれども当たった時のリターン大きいなというふうには思いますね。でも特に AI とか量子コンピューター領域っていうのはもうほぼ間違いなくなってきているという感じはしていますね。だからそこら辺は大変興味があります。先ほど閉じたまでにいただいたご質問では、最後になりました。トマトジェリー様、米国のハイテク株このまま上がり続けていくのでしょうか？一銘柄を持っていないんですがということなんですけれども、個人的な理解の範疇を超えて手が出しにくいということなので、まあ、先ほど申し上げたように投資の基本として理解できないものは手を出される必要はないと私は思います。一旦これ締めたんですけれども、ちょっとさーっと見て重なってない質問があったらちょっとだけお答えしたいと思うんですが、なおちゃん様から、あ、これ応援のコメントです、ありがとうございます。OPPS 様、松本さんがすごいと思う日本人の経営者は誰ですか？まあやっぱり永森さんとか、やっぱり何をもってすごいっていうか分かんないですけど、なんかわけ分からんけどわーっていうのはやっぱり孫さんって、やっぱりなんかアメージングな気はしますですね。で、まあ、中森さんとかやっぱりすごい経営者だなと思うんですけども、日本居住者でもアネックスオーストラリアは使えるでしょうか？これ使えますね。他は、特に、しっかりとお答えすべき、あ、不良中年様からトレステの人気がある機能を移植できないでしょうか？板情報に損益が出るとかということなんですけれども、これは今後マネックストレーダーや他のサービスでトレステにあったいい機能というものをご要望を受けたまわりながら、再現するということは今後、いきなり全部はできないんですけれども、取り組んでまいります。あとツールの充実を、お願いしますということで、これもそうですね、いろいろ一括で決済できるボタンが欲しいとか、いろいろこれ駒様からいただいてますけれども、このようなご意見はしっかりと、受けたまわりまして、今後の、サービスの改善に努めてまいりたいと存じます。ちょっと、長引きましたけれども、とりあえず質問にお答えさせていただきました。これからもご期待に添えるようにサービスの改善、あるいはマネックスアクティビストファンドの、これはマネックス証券ではないカタリスト投資顧問とマネックスアセットマネジメントやってることですけれども、運用であるとか、あとマネックスグループの株価がちゃんと上がるように、全体の経営をしていくとか、しっかりと、取り組んでまいります。
本日は長い時間どうもありがとうございました。